再び平蜘蛛をこの手にできようとは一人とした触り心地、美しき丸み、主にわかるか？ここなら移しようで叶わぬ望みも叶うでの。なかなか悪うない。しばらく離れるつもりはないわ。ここなら移…お主は…どうやら位置はここにはおらぬ様子。我が女神。しかと聞き届けてくれたのだな。感謝いたす。しかし、娘たちはどうしておるのだろうか。うつしおは未だ戦乱の世と聞くが。しかし、娘たちはどうしておるのだろう。うつしおは未だ戦…おや、また新しい方がいらっしゃったようです。賑やかになるのは嬉しいのですが、複雑な思いはありますね。ここは、うつしおに心残りのあるものがとどまる中陰の間。彼らの願いを聞けば、彼岸へと送り出せるかもしれません。ここは、うつしおに…手がかりがつかめたようですね。向かうはあの者が霊石を集めしところ。気をつけるのですよ。自分と同じ顔に驚いたでしょう。よしたつ、あなたと共に生まれたもう一人の私の子。創世は不吉の兆し。道山様は気にせぬと笑ってくれました。しかし人々の心はわずかなことで陰りくすんでしまうもの。私は幼いあなたを連れ道山様のもとを離れることにしたのです。道山様は人里で暮らせぬ私たちを案じる日が多かったのでしょう。父に振り向いてもらいたいが、あの子はあなたの父、そして私の道山様の思い追うておるのですね。そのせいに彼岸と死岸の狭間、あなたが移しおへと戻れるのは小刀に残る不死の力がため。人とあやかしの血を引きし、あなたにだけできること。お主は藤吉郎の。ほう、ここで会えるとは。光秀様は無事でござるか。さようか。身共の願いを聞き届けていただき、かたじけない。あとは
娘の服は息災にしておるのだろうか。この身滅びるも怨念は残り、うつしおの調和を乱しておるとか。娘の生きるうつしおに禍根を残すわけにはいきませぬ。我が怨念、どうか退治してくれませぬか。この身滅びるも怨念は、娘の生きる我が怨念、どうか退治してくれませぬか。彷徨っておる。その無念がさらなる亡霊を呼び寄せておるという。さらなる犠牲が出ぬよう打ち晴らしてくれぬか。だがわしに従うて死んだ兵たちのも、おかしくなって暴れちまうなんて情けねえ。迷惑かけたな。実はな、最後にお前と本気でやり合ってみてんだ。どうだ、お前もやってみてえだろ。実はな、
Oh.